パンプスさん、来日したプロレスラーから始まり、人生の半分を海外の人たちと関わってきたので、日本人と同じくらい外国人の知り合いがいます。この前も高崎駅でポーランドで一緒に仕事をしていたポーランド人のエンジニアにばったり再会しました。最後に会ったのが16年前で、私の外見は随分変わっているのに、なぜわかったのと聞いたら、Facebook にアップしているあーちゃんや赤城団メンバーと一緒に写したツーショットチェキを彼は見ているそうです。ちなみに彼は今勤務しているポーランドの会社の出張で日本に来ていますということで、あーすごい、そうなんですか、すごいつながりですな。もう海外にも赤城団が資料を取ってる、やったー、そういうことっすよね、すごい、やったやった、